こんにちは、横浜市鶴見区長友接骨院です。今日はすねの部分がつってしまった時の対策についてお伝えしていきたいと思います。当院では、こむら返りをはじめとするつりの症状に関しては3つのポイントで、予防法を皆様にお伝えしています。1つ目が冷やさないこと、2つ目がストレッチやマッサージなどで筋肉をよくほぐすこと、そして3つ目が水分や電解質のバランスに気をつけた食生活を送ること、この3つです。一番最初の冷やさないのと最後の水分や電解質の件に関しては普段の生活で気をつけていただければいいと思います。2つ目の筋肉をほぐすという点に関して今回はお伝えしていきます。すねの部分がつってしまう時というのはここにある、前頸骨筋という筋肉や、長視神経、長母視神経という筋肉が原因になっていることが考えられます。これらの筋肉がつるときは足首がこのように上に、持ち上がって固定されてしまうことが考えられますので、解除の方法としてはこの、持ち上がってきている足首を向こう側にこう、持っていくことが、いいと思います。どういうふうに行うかというと、こうなっている状態の時にこう手でですね、こっち側に持っていく、ちょっとやりづらいかもしれないですけれども、なんとか頑張ってこうこっちの手で押さえてこうぐっと持ってっていただくと釣りが解除されると思いますので、頑張って持っていくようにしてください。でまた指もですね、一緒にこちらの方に持っていくようにすると、さらにストレッチ感が強まって、釣りがさらに解除される可能性がありますので、そのあたりはちょっとやってみていただいて、どこまで行うかは自分でちょっと調整してください。まず最初にこの辺りをやっていただいて、それでも解除されなかったら指も一緒に持っていくようにすると、どんどんストレッチ感が強くなっていって、解除されることがありますので、ぜひ試してみてください。あまりにもこう釣り方が激しい時や自分で行ってみてなかなか改善されないという場合は無理をなさらずですね、病院や、接骨院などにご相談いただくといいと思います。いかがでしたでしょうか。このような形で今後も動画を更新していきたいと思います。ぜひご覧になってください。動画の他にもブログやツイッターなどを更新しています。こちらの下の概要欄にですねリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってください。施術のご相談に関しては当院の方に直接よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。